ウィカムのウィリアム・ウィカムのウィリアムは中世イングランドの進学者、政治家、教育家。ウィカムは出身地の地名であって、生ではない。また、日本語表記には、ウィッカム、ワイカムなどとする例もある。イングランドのウィカムの貧しい家庭に育つ。ウィンチェスター大聖堂で学んだ後に、1343年に、自重武官として、エドワード三世に仕える。以後 王の側近として1356年に王室付け司祭1364年に王子少書1367年にはウィンチェスター司教と大法官を兼ねて事実上の最小を務めた。この間に教区修道院制度の改革などに努めた。ところが、 反共権主義論の高まりや性的の中傷によって1371年と1376年に二度に渡って失脚した。その後、リチャード2世が潔白であると結論付けたが、1389年に大法官に再任されるまで公職にはつかなかった。ジョン・ウィクリフとマス・アランデルの考え方には共に同調せず、ロラード運動に対しては、 批判的であったが恩恵に対応した。また、晩年は教育にも力を注ぎ、1379年にはオックスフォード大学にニューカレッジを開設し、1394年には史上初のパブリックスクールであるウィンチェスターカレッジを開校して、貴族以外の指定にも門戸を開いた。ウィリアムの名言の一つにマナーズ・メイクスマンがある。 彼が創設したオックスフォード大学のニューカレッジやウィンチェスターカレッジのモットーでもある。ありがとうございます。